またもや、お供初心訓練書を使ってみました。訓練で増加した能力の 10% が引き継がれ、訓練をやり直すことができるようになります。使用前の状態です。最高ではないですが、初心者レベルとしては、まあまあな内容だと思っています。上限が変わらないことは、前回の動画でわかりました。でも、その他のステータスが上がるのなら使ってみようかと。訓練は大事なのですが、時間がかかる作業です。集中力が切れそうになります。限界値の表示が出ました。生命、腕力、耐久、魅力。これ以上は伸びないのですね。生命、プラスマイナスゼロ、これが上限のようです。気合、マイナス884、前よりも下がりました。腕力、プラスマイナスゼロ、これも上限のようです。耐久、プラス220、ちょっと、嬉しいです。器用、プラス178。知力、プラス286。魅力、プラス101、これが上限ですか。属性、マイナス20。正直言って微妙です。これはもう一度初心訓練をしなさいとのことですか？レベル59ならすぐにでも初心訓練するのですが、しばらくはレベル上限が上がるよう天に祈ります。